午後9時前です。静岡市駿河公屋では停電しています。あたりが真っ暗になっています。中部電力パワーグリッドによりますと、静岡市内では昨夜8時45分ごろを中心におよそ13万8千0戸で一時停電しました。静岡市青井区五福町のスクランブル交差点では信号機が消え、警察官が交通整理に当たっていました。 県内では静岡市清水区から浜松市天竜区にかけて合わせておよそ14万6000戸で停電しました。ほほとんどどの地域がが分分から6分ほどで解消しましまたが 菊川市と牧之原市の一部ではおよそ3時間停電したということです中部電力は浜松市天竜区佐久間の送電線など複数の箇所であった落雷が原因と見ています